確かにダメ男なんですけど、どちらも非常にこうね、捨てがたいと言いますか、皆さん悩むと思うんですよ。どっちどっちのタイプかしらと。でそれについて、じゃあお二人は演じたお二人はどういうふうに自分たちのキャラクターを分析したのかというのは聞きたいんですが、タイガーさんは誠一をどういうふうにこう理解して演じていったんですか。そうですね、なんかこう誠一はあの本当に、なんだろうな、自分のミュージシャンとしての、なんだろうな、仕事もうまくいってなくて、こう自分の感情にこう立ち止まってしまってるというか、迷ってしまってる中で、こうそれでも臼田さん演じる土田が支えたくなるような、なんかそういう、そうですね、親しみというか、あの、まあ、愛嬌じゃないですけど、なんかそういうものをこう出していければ、なんとか小田切さん演じる萩尾とついになれるのかなと、親しみでいくしかないっていう感じでしたね。はい、そうですが、小田切さんはどういうふうに、はい、どうなんですかね。僕のその萩尾っていうのは、先ほどあのおっしゃられたような、なんかこう人たらし的な部分が、あの、やっぱあるなと思ってたので、そこがうまく本当にこう醸し出せてれれば嬉しいなとは思ってましたけど、とにかくそのエルネストっていうキューバに行った映画の帰ってきてもすぐの作品で、あまりにキューバが大変だったので、もうこっちのこの作品でそのストレスを発散するというか、そのすごく気持ちのいい、そのなんかそんな現場だったのを覚えてますね。そうなんです。でも宇都田さん本当にね、あの、ある意味魅力的なキャラクターの男性2人でしたけど、はい、どうでした、この2人のキャラについては。でもダメな男だと思いますけど、じゃあ土田はどうなのかって言ったら、土田も大したことないなとも思うんですよ。なんか土田も土田じゃんっていう感覚が私の中にあったので、なんかダメだねダメだねと言える立場じゃないなというのが正直な気持ちですね。うん、その土田もね、ダメだなっておっしゃってますけど、すごいその何ですかね、目が離せない女性なんですよ。どこか共感してしまうんですよね、女性の方々見てれば。そういう大人の非常に恋愛の部分をまさに体当たりで感情も全部詰め込んで、臼田さん今回チャレンジされて、大人の恋愛映画は初めての経験というか。そうですね、あんまり恋愛の物語に参加したことが少ないと思います。はい、そうですね。でもあんまり大人の恋愛と若い子の恋愛とそんなに恋愛って変わらないような気もしていて、何かに夢中になったら必死になるし、なんかそこは私自身が大人の恋愛を分かってるような分かってないような感じなので、なんか大人の人たちですけど一生懸命恋愛をした人だと思います。でも、あの、臼田さん、あの、今年実生活では、ね、ご結婚もされて新婚会の部屋でございますが、映画の中ではこう2人の男性に悩むというか、どっちを選んでいいのかわからないっていう状態になりますが、そういう感情についてはご自分は理解はそういう感じ、いや、ない、全然ないですけど、もちろん、でも、あの、これは恋愛だからすごくこうなんかいろんなことが巻き込まれていくけど、自分にとって何かこう、この映画で言えば萩尾のような衝撃的な出会いで、衝撃的な存在で、二度と似たような人には出会わないみたいな人に出会ったら、それはきっと人生何度も思い返したり振り返ったりするんじゃないかなと思います。ですよね。はい、ありがとうございました。さあ、ちょっとですね、ここで今お話伺っていこうと思うんですけれども、あ、でもせっかくですから、ちょっとタイガさんと、あの、小田切さんに今の臼田さんのコメントを聞いてどういう風に感じられたかも聞いてみようかと思いました。はい、タイガさんどうですか、そういう大人のこう忘れられない人の存在とかいう話を今されてました。今ちょっとポッとしてました。でも僕もあんまり聞いてなかった、ね、聞いてない感じがしました。でもあんまりそんなに興味なくて、いやいや、忘れられない。はい、すいません、わかりました。じゃあ、なかったことにということで。では、ちょっと共通質問をしたいと思います。かぼちゃとマヨネーズは主人公土田が恋人誠一と元彼萩尾の二人に揺れ動く恋の物語です。そこで、キャストの方々に、お三方に聞かせていただきます。皆さんにとって好きすぎて、どっちが選べれない、まあ、どっちが好きか選べないっていう状況ですよね。この
二者選択、どういうこう二つなのかっていうのを言っていただきたいんですが、好きすぎて選べない二つは一体何ぞやということですね。では宇津田さんからお願いします。私はこれ難しいですね。1週間休みがあったらずっと家でゴロゴロしてるか、海外に旅行行くかって言われたら、どっちもすごいしたいので、もう家から出ないのとか全然苦痛じゃないので、その2択はすごい悩みますはい。すっごい両サイドの2人がうなずいてますけれども、よかった、同感ですか。いや、この質問ってすっごい難しいんですよ、うん、何を言う2人は言うのかなと思ってたんですけど、もう一番の答えが出ちゃってくる。そうですね、これ以上のあれない気がしますね。ない気がする。そうやってみんな答えなしにしましょうか求めてますよね、皆さんね、聞きたいですよね同じ答えにならないようにお願いいたしますよ。はい、タイガさん、はい、お願いします。どっちがいいかってことですか。はい、この2つの選択、そのゴロゴロするか自分の中の、あ、自分の中ですかそうですね、ま、じゃあ異性とデートに行くときに、白シャツで行くか白 T で行くかで、僕はその白 T の、楽さも好きなんですね。どっちかって言ったら白 T な自分が好きだけど、まあちょっとそういう意味でも、なんだろう、異性とデートするって意味でも、まあ、品も備えた方がいいかなと思うと、やっぱ白シャツの方がいいんじゃないかな。でもちょっと気取っちゃってる自分も、まあ、でも嫌いではないっていうところでちょっと悩むかなっていう感じですね。監督は今白 T に本日着替えていただいて先ほど違ったシャツだったんですよね。僕ちょっと T シャツ3種類あるんで3つのなんかどれにしようか迷ってますよ。どういうことですかマイク、これと、あ、全部切られてる。バックプリントなの。これ映画のコラボで、まさか今私3枚着てるとは知りませんでした。これは名作のダナさんの。アニメーションとか。ちょっと一枚脱ぐとちょっとやりすぎなんで。まあそしてあと映画のね、僕だからこれどれにしようか迷ったんで、まあ全部着とけばそのまま帰れるかなって3つ選べないというちょっとびっくりすることがありますけど、でも宇津田さん、今のタイガーさんの話を聞いて、白 T と白シャツは宇津田さん的にはどちらがいいですか。どっちでもいいですそうですよね、結局どっちでもいいですもんね。服装ってことではない、はい、いやでもその気持ちはいいと思います、うん、迷う気持ちはでも実際はどっちでも、でも T、 あ、じゃあ T シャツでお願いしますじゃあ T シャツででは小田切さんはいかがでしょうか。いろんなパターン考えてきたんですけど、ここで一番ベストな答えがちょっと見つからずね、気になってることがあって、その2つのものに関して、リンスなのかコンディショナーなのかちょっとよくわかんないなと思って、まあどう呼んでいいかが選べないっていうことでいいですか。やめようかな、これじゃないかな。違うバージョンあるんです。違うバージョンもあります、はい、大人なんでね、はい、大人なんで大人の方向でいきます。やっぱりごめんなさい、なかったことにしてちょっとやり直しますね。賃貸がいいのか売買がいいのかが、もう本当に大人すぎるこれ多分永遠のテーマなんじゃないかなと思うんですよ。多分皆さんもねそう思ってんじゃないかな、まあ、理解いただけると思います。ちなみに他のバージョンってあるんですか。他のバージョンはね、好きすぎてでもないんですけど、大阪のお好み焼きなのか広島のお好み焼きなのか、まあ、どっちなんだろうなと思って、ね、さすが大人でございますよね。たくさんのバージョンをお持ちでいらっしゃいます宇津田さん。はい、どれがいいですか。いやでもでも確かに私もコンディショナーなのかリンスなのか、どこが変わったんですかね。リンスって今
聞かないですよね。そうそう、でもリンスですよね。トリートメントは何なんですか。またさらに上なんじゃない。上なんですか。そのトリートメントはその先じゃないですか。その先なんだ。ネクストステージ。映画の話にはもう戻れないんですよ。じゃあちょっとそういうお話でトークショーはこれをもちろん終了させていただきます。ありがとうございました。ちょっと先に写真撮影をさせていただきますので、はい、ではではスタッフさんマイクを預かっていただいてもよろしいでしょうか。はい、真ん中です。注目が高かったいかがでしょう。じゃあそのまま中央から少しこちらに流れてきますね。私サイドの方に。誰も振らない。ありがとうございます。大丈夫です。はい、ありがとうございます。ではパネルをスタッフさん預かっていただいて、薄田さんにマイクをお願いいたします。それでは最後に主演の薄田さみさんから来場者の皆さんにメッセージをお願いします。あ、本日は短い間でしたがありがとうございました。これから見ていただくということですが、この映画の、この作品の中の大事なメッセージでもある私たちのこのありふれた平凡は本当はとても壊れやすくて、なくさないことは奇跡って本当に思いました。きっと思ってもらえるんじゃないかなと思います。最後まで楽しんでってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。以上をしまして舞台挨拶が終了します。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。着ていた3枚の T シャツなんですけれども、ロビーに実は飾られてるんですね。これ今日からこちらの劇場限定で販売開始になりまして、いろんなバージョンがございます。こちらこれ、まさかの紹介をしてくださることになったんですけども、あの、ナナマンさん、東京ボーダレス TV。